9月1日、大規模な地震発生を想定した総合防災訓練が三島市神南町を市会場に行われました神南町の道の駅伊豆ゲートウェイ神南では観光客の避難誘導訓練を実施東京2020オリンピック・パラリンピックを見据え訪日外国人への対応を確認しましたまた三島市の特別養護老人ホーム

と,と,と訓練の成果を総括しました自らの命は自ら守る、自らの地域は皆で守るという意識のもと、今後も地域防災の輪が広がり、本県の防災力がより高まることが期待されます。